ありがとうございました。ね、今日もね、これだけのたくさんのお客様、ご縁をいただいてありがとうございます。改めましてね、田村まさか、覚えておいていただきたい、ね、というのがですね、コロナになる前はね、私も本当東京、大阪、九州、あっちこっちに呼ばれて行っておった。イベントがたくさんありました。そしてテレビにも出るようになった、ね、もう本当コロナのせいでそれが一切なくなっちゃいました。で、一方私は網走に暮らしてます。このホテルが随分近いわけですよね。車で走ると7分21秒、ね、ここのロビーコンサートだけはできたわけです、ね、でそこで、考え方変えました。YouTube に、コンテンツを上げていこう、ね、ですからお客様を田村まさかを覚えてさえいただければ、お家に帰ってからでもね、いつでも、お付き合いができるというふうな段取りで、そういうふうに考え方を変えてから随分気持ちが楽になりました、ね、そういうわけで今日は、何かのご縁があってお会いできたんです、ね、でもね、今日は生の音をお届けして気持ちの心のお土産にしていただきたい、ね、さて、残った時間なんですけども、もうちょっとしかないんですけども、実はここにアルバムがいっぱいあるでしょ。オリジナル曲がいっぱいあるんですよ、ね、そういうわけで、いくつか聴いていただきたいと思います。まず、優しい感じの曲です。 G スプリング聴いてください。自分はオカリナやってるんですよっていう人結構いるね、やったらいいです。そして、これを機に、オカリナを始めてみよう。ぜひ始めてください。さっき言ったように楽器屋さんに行ってみてください。7000円ぐらいからあります、ね、高いものが買いたい、お金がいっぱいあるっていう人はそれでも3万円ぐらいのものなんですね。そしてこの楽器はね、吹いたら音が出る、ね、指だけ練習したらいいんですよね。簡単な楽器ですからやってみたり、さっきもやったように本当にいろんな曲が表現できるっていうのが音域が広いんですよ結構ね、やってみたらいいと思います。さあ、ただね、これ買う時にちょっと注意です。これ陶器ね、焼き物です。非常に成形が難しい素材ですよね。結構音痴ですよ。ちゃんとして買わないとね、どうやってちゃんとするかって言ったらね、お店の方にね、店にある在庫の中で音痴じゃないやつを比べて選んでほしいっていうことなんです。それをちゃんと伝えないと、結構買ったはいいけども、音が音痴ですよ
ね、そんな話になっちゃいますからね、まあそういう意味でもね、私が使ってるこの楽器良かったでしょ、同じ楽器を、お土産で用意してます。これ1個1万円です、ね、よかったら。私のは調律してますから安心です、ね、440Hz でチューニングしてます、ね、そういうわけでもしよかったら買ってやってみてください、安心っていうことですよね、さて、今日は来てくれてありがとう。生の音、そして、オリジナル曲をあと少し、お付き合いください。望郷バラードお付き合いください。なっちゃいました、今日もね来てくれてありがとう。きっとね何かのご縁があったんですよ。田村って言います。分かりましたか、ね、覚えてくださいね。 YouTube 見ておいてくださいね、最後の曲になります、夏の終わりのセレナーデ聞いてお別れしたいと思います。あとは YouTube で時々見返してくださいね。ありがとうございました。Thank you.
今日もこれだけのたくさんのお客様、きっとね、何かのご縁があったんです。覚えて帰っていただいて、時々でいいです。4年に1回ぐらいは田村まさか、ね、YouTube でご覧になってください。そしてコメントなんかいただいたらとても嬉しいです。ね、今日は来てくれてありがとう。それではまた YouTube で会いましょうね。田村でした。ありがとうございました。